YouTube でお金を稼ぐのは簡単です。でも、YouTube が簡単なんではなくて、いろいろ工夫して簡単にしてきたんですよね。まあ、吉田さんも多分そうだと思います。あの、同じようなことを考えてると思うんですけども、あの、スクロール動画ってありましたよね。あの、Yahoo のトップページでニュースがあったのを、ニュースをね、ただね、スクロールでガーッと上げるだけなんです。あれ、簡単じゃないですか。でも、私、やらなかったんですよ。 まあ試しになんかね、一回か二回ぐらいやったかもしれませんけども、ちょっと記憶にないですね。まあでも私の記憶にある限り、あんなことやってなかったですね。つまり、簡単で稼げのそうなこと、誰もができそうなことって、やっぱりね、すぐになくなっちゃうんですよ。で、自分自身、あのスクロール動画にものすごく不愉快を感じたんですよ。なんか面白そうだな、動画なと思ったら、なんか文字が流れてくるみたいなね。 えー、だったらこれ別に YouTube じゃなくてもいいじゃんみたいな感じなんですよ。いや読み上げとかがあればまだいいですよ。読み上げとかだったらニュースを聞くみたいな感じができますからね。でも読まないといけないんでしょしかもスクロール動画ってこの自分のこう読む速度とイコールじゃない場合があるんでなんか緩やかに緩やかに時間稼ぎのようにね、なるべく長い動画の方がいいわけですから 7,8分とか10分の動画を作るために短いニュースをものすごくゆっくり流すやつもあってもう完全にこれね儲けたいからやっているだけのなんか視聴者さんのこと全く考えてないねひどい動画なわけですよでそういう動画ってのは結局最初の冒頭の方を見られたらすぐに離脱されちゃいますんでまあ収益の対象外になったりねまあ、そもそもそういうところに広告つかないみたいなことになっちゃうわけですよまあ色々と手を変え品を変え やってるる人がいいと思いますけども多分あのスクロール動画の延長線上にあるのはあの音声抜き取り動画とかね切り抜き動画みたいな形で変化してきてるんじゃないかなと思うんですよでもおそらく切り抜きとかもんどんどん簡単になってきたらね多分あれも収益外になるんじゃないですか分かりませんけどねまあけどこうやってカメラの前で喋ってるだけみたいな動画ってものすごく 少なないはずなんですよ全体の割合がして何の編集もしてないし BGM 入れてないしテロップも入れてないじゃないですか私は吉谷さんの動画っていうのは大,変大半がそれですからねもちろん商品化した動画っていうのは一部加工したのも私は作ってますけどもでもほとんどがただカメラの前で喋ってるだけですよこのカメラの前で喋ってるだけのおじさんの動画をどんどんね何十万とかって金額で売り続けられる人ってあんまりいないと思いますとというのが何十万で売り継げるってことに フォーカスしてやってる人がいないからなんですよ。つまりライバルがあんまりないんですよ。簡単なことをやって、それで目先のお金をね、拾っちゃうと、まあそこで行き詰まっちゃいますよね。でもやっぱり自分の商品を作り込んでいって、で、どんな階層の人にはどんな商品、どんな価格帯がいいのかなってことちゃんとリサーチしながら販売していく。リサーチしながら販売していく。そして自分のファンをしっかりと捕まえていく。そういったことを繰り返して、ワントゥワン動画はじめね、細かく細かく丁寧に、 やっていくわけですよ特にその視聴者さんが何千万人何万人っているわけではないんでこれができるんですよねだって数人とか数十人に対してめちゃくちゃ熱く濃く信頼深くやっていけばいいわけじゃないですかどちらかというとそちらの方が私たちは得意なんじゃないですかねうんでもねやっぱりこう吉田さんも言われてたようにファンが少ない時にやらない増えようがないですよこんなの ファンがたくさん、視聴者数がたくさんいたらやろうかな、みたいなね。そうじゃなくて、一人でもいいから視聴者さんがいるならもうそれでできるわけですよね。そこでやるべきなんですよ。で、そうなると、二人になった時でも、五人になった時でも、十人でやった時でも、同じような濃さでできるわけなんですよ。ただ、どっかでできなくなりますよ。でも、そこまでいったらもう多分ね、売らなくてもいいフェーズに入っていきますよ。うん、それこそ、小さい問題をしっかり解決する、 少ない人数にきちっと対応するから大きな人数の時でもまあいろいろとね策が漏せると思うんですよ、うん、だからファンの数が少ないとかね再生数が少ないとかでまあやらないんだったらもうやらないですね、うん、基本的にはあの目の前の一人のためにやってるわけですよ例えば先ほどね Q&A 動画を撮ったんですけども一人のための返信なんですよその Q&A 動画っていうのは でも、同じような質問、疑問を持っている方にも、複次的に答えられるわけですよね。だから、一人の人に対してのメッセージっていうのは、それと似たようなね、問題を持っている人への効果もあるわけなんですよ。で、逆に、100人とか1000人を同時に納得させる答えを作ろうと思う。ワンーワントゥーサウザンと、こちらはこんなんですよ、もう。もうこうなるともう、お手上げですよね。でも、 そういうことをいきなりやろうとしてる人がいたりするわけですからまあやる方向性が違うんじゃないのってことになりますよね、うん。まあ常にビジネスっていうのはまあ怠慢なんじゃないですかね。うん、だから一人でいいわけですよまずは一人のリーダーになれば。一人の生徒さんのために第一期生これをねスタートすればいいんじゃないですか。もうあれだったらゼロでもいいんですよ。誰も生徒さんがいないなのに 例えば何とかスクールっていうのをスタートしてで生徒さんがいるという想定でずっと問答していけばいいでしょでそれが無料コンテンツになりお試しのプレゼント企画になりもしくはそのものがそのまま商品になりということでやっていけるんじゃないかなと、うんまあ、いろいろと思うことありますけどねまあでも本当吉永さん良かったですよ私たちはあの語りかけることによって 売り上げを作ることができてね自分の時間を作ることができるもはや身の回りのどんな商品ですらあのアクセスの口実になりますからねドライバーあるんですよダイソーで買って100円のドライバー、まあ、もちろんこういうのでしっかりとしまったネジを開けるとネジ,のネジの頭がねなめちゃいますバ,バカになっちゃいますけどもでもあの例えばねこういった小さなものとか あのおもちゃとかだったらこれで十分なんでですよでこの部屋にはおもちゃしかないんでおもちゃみたいなケ、えーキ機器ですか小さい機器とかねこういったものとかしかないんでこれで十分なんですよねでも車ですとかちょっと大きめの機械とかをしっかりとねあのボトルアウトしようと思ったらやっぱりなんか1本2,000円とか3,000円のきちんとしたスナップオンみたいな工具でカチッと回しますよね。うん、そういうい風になってきます っていうう風なネタで発信するとかねもう何ででででもももうううすすすにネタですよ、うん、もう言うことはないですね、うん、だからこうななんじゃないですかね何かね何がないとこれができませんっていうものをできるだけ排除して自分一人がいれば何かができますっていう状態にまあこだわっていくともう放送さえできればもう売り上げが立てられますよと知らせることさえできればファンを作れますよっていう風な自分になっていくんじゃないかなと思うんですよ。 まあ、万長者合宿懐かしいですね湯ールでの、うん、なんか知らせるってことについて私は当時協力できるかなと思ったんですけども肝心なね対談相手が商品を持っていないという、ねうん、これではちょっと難しいですよねあれから皆さんどうされてますかねなんかねあの時の合宿生を集めて もう1回オンラインでもいいからなんか集まれると面白いなとあれからどうされましたみたいなね翔山さんもどうされましたみたいな翔山さんもどうしてるのかな本当仲良くさせてもらったのにな今どうしてるんだろう、うん、どうしてるんだろうねいってらっしゃい